どうも影丸です。君が死ね番外編生存島実況プレイ、今回はやっていこうと思います。こちらのゲーム、南紀大さんという方が制作したフリーゲームでして、ジャンルは生存シミュレーションかなと思います。こちらのゲーム、書いてある通り君が死ねという別のねフリーゲームの番外編で、作者様が言うにはサブシナリオゲームという位置づけらしいんですけど、まあ、簡単に君が死ねについて説明しますと、まあ、大体の人が分かるから来てると思うんですけどね、見に一応説明しておくと、デスゲーム系のゲームですね。まあ、何人かこう、ね、男女が集められて、若い人からこう大人の人まで集められて、こういろんな方法でいろんな人が亡くなっていって、最終的に、まあ、残った何人かが脱出できるよみたいな、まあ、そういうゲームを強いられるタイプのね、ゲームなんですけど、聞いてください、そして見てください。なんか小粋な BGM にこのなんか明るいタイトル画面、おそらく雰囲気は違うと思います。とりあえず初めからスタートをやっていきましょう。ただ生存島ってくらいだからね、生存をかけて戦うのは変わらないのかな。あはは、ようこそ。島は好きですか？すごい質問。赤い部屋は好きですか？と同じぐらい怖いわ。好きか嫌いか。島？わかんない。あ、でもなんか沖縄とかさ、海外行ってもなんかあるもんね、そういうチェジュ島とかさ。好き、じゃあ好きにしとこ。あ、そう、興味ないです。二度と聞くな。こちらでは君が死ね、死ね本編とまたちょっと変わったお話が体験できる場所です。ほう。あくまでおまけなので、先に本編を全部やってから息抜きに楽しんでくださいね。ふふふ、了解。さあ、おっと、揃い踏み。主人公を決めてください。主人公決めれるんだね。サラちゃんはダメなんだ。このキャラクターはまだ主人公にできません。じゃあ一人だけなんか地味に輝いてる彼を選べと。ははは、マジで。ちょっと待って、三島先生か。いや、俺好きだからいいよ。俺結構好きだよ、三島先生。主人公、三島和美でよろしいですか？はい。それでは、良い旅を。じゃあ、先生が活躍してくれんの？え、めっちゃ嬉しいじゃん。島だ。孤島だね。目が覚めると、そこは島だった。ははなんでちょっといい男なんだよ。ハードボイルド。ハードボイルド、カズミ。ハードボイルド、カズミで一本スピンオフで映画撮れるよ。一体ここはどこなんでしょう？私は、高校の教師、三島。久々に会った元教え子のナオさんを、車で家に、送り届ける途中、意識を失った。やっぱり私たち、誘拐されちゃったんでしょうか？あ、ソウさん、あ、ソウさん。ああ。君たちもそう思う？そうだけに。島に監禁なんて聞いたことねえけど。あら、サラちゃん。なんかサラちゃんの立ち絵がこうやって普通に出てくるのって意外と珍しいよね。しかし、こんなに人を集めて何をさせるつもりなんだろう。何にせよ、さっさと脱出手段を探した方がいいぜよ。なんか俺、九太郎がいたら多分大丈夫な気がするけどね。イカダ作ってゴーでしょ。イカダでゴーでしょ。イカダでゴーっていうゲームに変わるでしょ。みんなで手を組むしかないね。協力が鍵だよ。それにはまずお互いを知ることからですね。自己紹介をしましょうか。なるほど。あ、割愛できるってことはあれだ、ただの自己紹介なんだろうな。まあ一応知らない方いるかもしれないしね、改めておさらいということでしておきましょうか。もういないキャラクターもいるしね、ちょっと悲しいけど。私は地動員サラと言います。ただの高校生です。嘘つけ。超切れ者の高校生って言え。俺はタズナジョーだ。サラの友達だぜ。こいつのことなら何でも聞いてくれ。何でも？おまわりさんは、篠木刑事。刑事やってます。刑事やってますって言う前に2回刑事が出てきてる。おまわりさんと名前の刑事で、で、さらに職種の刑事で、おまわり関連の言葉が3つ出てきてる。よく考えたらこの人すごいな。生まれた時から絶対に刑事になるべくして生まれてるな。私は、木槌カンナ。中学生です。ここにはいませんが、お姉ちゃんがいます。バーガーバーグ9太郎、BB 9太郎ゼオ、プロ野球選手やっとるじゃ。二軍やけどな。今の音よ。ソウさんにその音を当てないであげて、本当に弱く見えるわ。僕は日和そうだよ。あんまり言いたくないけど、フリーターかな。私はやぶさめレコだ。シンガーソングライターをやってる。
私は絵心なおです。今は美大生です。なんで拍手、なんで拍手喝采が湧いたの、甲斐さんの時。佐藤甲斐です。見ての通り主婦をやっています。懐かしい。僕はいぶし銀だ、銀にゃん。小学生だからってなめるなわ。私は三島和美です。高校で教師をやっています。美術と国語を教えてますよ。そうだったな、国語も教えてるんだったな。そういえば山田ゴンベだ。あ偽名のゴンベさん、こんにちは。模範集をやってる。模範集をやってる模範集って自分のこと模範集って言うか。これ以上詳しく聞いたやつは許さん。やばい人が一人いるな。いや一人じゃないと思うけど。あのそういえばあなたは、ふんふんふん、楽しそうですね。誰、あーなんだホエミか。あはは、はじめまして。なんだてめえ。私はアイランドマスター、笑い人形ホエミ。皆さん島は気に入ってもらえましたか。お前が誘拐犯にゃ。あはは、嫌な言い方ですね。皆さんをこの素敵な記憶島へ招待しただけですよ。記憶島、生存島じゃないんかい。一体私たちに何をさせるつもりなんですか。お、主人公楽しい楽しいサバイバルです。あ、やっぱサバイバル系なんだ。30日間ここで生き延びてもらうだけのね。あーなるほど、30日間。食料を自分たちで探し、拠点で守りを築き、施設に張り巡らされた罠や凶悪な生物から命を守るのです。何を言ってるんだ、私たちを今すぐ解放して。はははは、せいぜい頑張ってくださいね。くそ、待ち上がれちゃ、待ち上がれちゃ。そんな喋り方だったっけ。逃げられたね。ふん、別にいいじゃないか。30日ぐらいバカンスみたいなものだ。まあ確かに常日頃365日あれだもんね、檻の中だもんね。もう前向きなんですか。仕方ないさ、みんなで力を合わせて乗り切ろうよ。おお、メインゲーム始まる時のやつじゃん。さあ、お、拠点が建設された。あ、この真ん中のやつか。すごい、いつもだったらなんかさ、ベーベーみたいなすげえ嫌な音楽が流れてくるのに、今日すごい明るい小粋なミュージックが流れてるわ。さあ、お、操作説明、あ、助かります。顔のアイコンをタッチしてキャラクターの行動を決めたら、次をタッチして時間を決めよう。なお右クリックか2本指タッチ、2本指タッチはあれだね、携帯版だね。キャラクターごとの能力値が見れるぞ。見るボタンでも OK だ。これか、青いやつだね。ここでは主人公が死ぬか、うん、拠点ポイントが0になるとゲームオーバーだ。拠点ポイント、これか、左にある500ね、左ちょい上の。あ、終わりかい。見るでこれ周りとかを見れるわけじゃないのか、キャラクターを見れるのか。あー、なるほど。家事力28、探索力30、戦闘力20、好感度0。あ、好感度もあるんだ。この拠点のマークは何。セーブと拠点修復、とりあえずセーブしとこうじゃ。あ、セーブ画面は同じなんだ。拠点修復だって。資材を100使用して拠点ポイント100増やします。あーなるほど、ゲームオーバーにならないためにね。拠点ポイントはどうやったら下がるんだろう。とりあえずじゃあこれみんなの役割を決めたらいいのか。家事、あ、変えられる。左上ちょっとじゃあサラちゃんのとこ見てください。家事、探索、訓練、休息の4つか。はーなるほど、4種の神器。これはじゃあ普通に能力値を見ながら決めていく感じか。で、多分この左上のニコちゃんマーク、可愛らしいニコちゃんマーク、桃色の。これがあれか、その、好感度じゃなくて多分あれなんだろうね、その体力的な体調だろうね。じゃあとりあえず一番高いやつに最初は割り振っていくのがベストか。じゃあまずサラちゃんは探索力がちょっと高いから、じゃあ探索。ジョーは探索だね。じゃあ探索。ケイジさんは戦闘力が高い。じゃあ戦闘にさせよう。ってことは訓練でいいのかな。で、まあ間違いなくカンナちゃんは火事だわな。キュー太郎はまあ戦闘力だろうね。戦闘力どっちが高いんだろう。てかこれさ、思ったけど何気にキャラクターの詳細ななんかこの能力の優劣というかが数値化されてて面白くない。へえ。
戦闘力刑事さんが31で九太郎が40なんだ。そういう感じなんだね。ってことは結構張り合えるな。そうか、まあ銃使うしな刑事って。刑事だ、あの職業の方ね、なんか呼び捨てしてるみたいになっちゃったけど、蒼さんは戦闘力6って、ほんとヒョロヒョロだな。ヒョロヒョロ燃やし野郎だな。まあ探索がちょっと高いから、じゃあ、探索にしておこう。で戦闘力なんだ。あ、そう、まあ、じゃあレコさんも戦闘にしておこうか。まあ、女性を戦闘に赴かせるっていうのはあんまりちょっと気進まないけど、まあしょうがない。まあまあ火事だわな。まあ絶対に火事だよね、もう主婦だもんね。で、あ、銀くんは探索なんだ。三島先生、主人公。あ、主人公は好感度がない。主人公だからね。探索か火事か選べるな。どっちかだね。まあ、てか何にしても良さそうだな。ゴンベイは戦闘でしょ、やっぱりね。今のところじゃあ訓練が4、火事が4、探索4で、あ、ちょうどいいね。ただ、三島さん、まあとりあえず火事でいいか。主人公だからね。あんまり危険には、あ、その、赴かせられないということで、じゃあ444でいこう。じゃあ次へ。1日目に時間かけちゃったな。時間経過。食べ物を見つけてきたぞ。お、食料4手に入れた。うわ、なんだこれ、かっこいい。新しいカットインだ。ふぅ、あ、重かった。無事に運んでこれたぞ。お、資材を30個、すごい、やるね。はぁ、これ何かに使えるかな。資材を26、すげえ。へへ、嗅覚が上がった気がするぜ。あ、なるほど、能力値も上がってくんだ。あれはあくまで初期ステータスなんだね。ふぅ、いい訓練になったね。戦闘力上昇、かっこいい。何このカットイン、最高じゃん。めっちゃ上がってく。あ、カンナちゃん、罠が負傷した。嘘だろ。殴るための筋肉じゃねえけどな。戦闘力が上昇した。あ、お金だ。暮らしが楽になるね。お金は2600円。2600円、大金持ちやん。すごっ、宝くじ買っても当たらないよその金額。次はあそこを探索してみようかな。お、探索力が上がってく。男どもをぶっ飛ばせるかもしれないな。やめてあげて。落ち着け、探索でもするか。お、探索力も上がる、助かるね。過ごしやすい空間にデザインしますね。かわいい。真心を込めて快適な家庭環境を作り上げるのです。あ、拠点ポイント上げてくれるんだ、かっこいい。このカットインをやるとあれかな、プラスなんか1要素あるのかな。おお、さらに、1人分の食料も見つけました。いいじゃない。うわ、お金、蒼さんより有能。あんだけ年の差があるのに蒼さんより有能。3400円、 1.2 倍ぐらい見つけてきた。お金見つけたわん、怒られないかにゃん。大丈夫だよ。なるほど、探索力も上がる、歌詞いいね。うん、いい汗かいたぜ。わあ、みんな、なるほどね、こんな感じか。ニコちゃんマークがみんな一定にちょっと下がったね。はっはっは、一日過ごしてみていかがですか皆さん。ホエミーさん、過ごしやすい、意外と楽しい、早く帰りたい。まあ、意外と楽しいかな。あ、過ごしやすくないか上、まあ、意外と楽しい。何この姿勢良すぎて反っちゃってる三島先生、かわいい。意外と楽しいものですね、この大自然。都会に住む人間もたまには思い出すべきかもしれません。その異性がどこまで続くか見ものですね。ポカーンとしてるやんけ。そうそう、皆さんお腹が減ってきたんじゃないですか。確かに食料一応集めたけどね。食事で食料を分け合っていかないと空腹で死んじゃうかもしれません。お、食事のマークが追加された右にピンクのやつ、かわいい。お腹が減ってるかどうかは顔色を見ればわかるはずですよ。あ、これお腹減ってるかどうかなんだ。そうなんだ、体力とかじゃないんだね。じゃあ、あの休息は何のためにあるんだろう。あ、そうか、負傷とかを治すためか。今は皆さん黄色、まあギリギリ食事を取らなくても耐えられるかもしれませんが、これが緑色なら体調が悪化するでしょうし、紫色なら間違いなく餓死するでしょう。危ない、せいぜい頑張ってくださいね。この島で死ぬと思いは消えてしまいますから。なるほど、絶対全員生存させてやる。ちょっと待って、なんか木があった。おー、資材33個、流れ着いたのか、ラッキー。食事どうしようか。ああ、勝手にさしちゃった。これ1回の食事でどれぐらい上がるんだろうな、それがわかんないんだよね。一旦ちょっとこの子は絶対休息にするでしょう。カンナちゃん休息にして、あとはみんな思い思いやらしてみるか。家事まあ3で十分でしょう。拠点が592、
まあ倒れそうにないわな。てか思ったけど戦闘訓練ってどうやって役立つんだろう。ちょっと序盤だから探索に1人多めに回してみるか。探索5人、家事3人、休息1人、訓練3人で一旦食事取らせないで様子見。ふむ、買い物には使えるか。お、お金。てか買い物ってどこですんだろう。後々かな。探索力上がった。かっこいいこのカットイン。サラちゃんの新しいカットインレアだね。お金がすごい。もう1万3000すごい。みんなの、俺てか俺の財布に入っているよりはもう多いよ。あれは人形か。近づかない方がいいな。危険回避した。うん、人形。なるほど、戦闘系かそれが。お、家事力も上がっていく。かっこいいな。さっきから同じ人しかカットインしてないけど大丈夫か。赤目がかっこいいね。あれだ、なんだっけ、あの刑事の勘だっけ、なんか探索眼みたいなのあったよね。あ、体調回復した、よかった。あー、負傷した。バカしたぜ、熱中しすぎちまった。戦闘力が上昇した、負傷した。なるほど、これは次休息だね。シザーいい探索力。ソウさんはもう完全に探索要員だな。美味しそうな、あ、うまそうな食い物じゃないか。いいね。あー、負傷した。負傷が結構多いな。罠に引っかかってしまいました。そんな軽々と罠に引っかからないで。なんかみんな大丈夫なの。なんかめっちゃ簡単に罠に引っかかって簡単に回復してるけど、本当にそんな簡単なこと。うー、結構やられるな。あー、三島先生怖い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 よ。悪者みたいじゃん。すげえ。嘘でしょ。失敗から学べることは多いのです。家事力、探索力、戦闘力全部上がった。ふん、いい汗かいたぜ。お前昨夜も同じこと言ってたろ。うわ、すごい。なるほど、ここではさすがにみんなに食事を与えなきゃダメだね。あ、あの、お邪魔します。なんだ、あんたも被害者か。ハンナキーと申します。すいません、味方ではないんです。じゃあ敵ってことか。のこのこ現れやがったてめえ。あ、違うんです。ハンナキーはいつもかわいそう。これはくれぐれもホエミーさんにはご内密に。商品を販売しに来たんです。来た。何が買えるんだ。商品は、はい、お金と引き換えに食料などを販売しておりまして。助かる、食料超助かる。監禁しておきながら商売か。ふざけた話だ。な、何か購入しますか。する。さあ何があるんだ。資材20個セット、ハンナクッキー、ハンナクッキー、グッズかキボンヌ。とりあえずこれ買っとこ。とりあえずこれ買っとこうね。あー、拠点100ポイント。拠点がこんなになんか重宝されるってことは、相当なんか、後々あるのかな？買っとくべきなんか。買っとこ。いや、なんか先見投資。これは先見投資です。食料よりも、なんか、必要な予感がした。また何か仕入れたら来ますね。くれぐれもご内密に。了解、ありがとう。とりあえずちょっとみんなに食事をあげよう。あ、結構がっつり回復するんだな、これ食事。なるほど。ってことは、緑になったらあげる感じで良さそうだね。サラちゃんだけちょっとずれちゃったから、まあ、ここあげておこう。サービス。サラちゃんだけサービス。主人公だから本編の。ひいき。超ひいき。さあ、どうするかな。まあ、じゃあ休息にするに、あの人たちを休息にしてあげて、で、家事に戻すでしょ。家事今2人か。ちょっと足りないな。家事力が高いのは、あ、違うわ。絶対にダメ。サラちゃんだな。サラちゃんを一回家事に回そう。家事3、探索3、訓練2、あ、探索4か。で、休息3。まあ、悪くないんじゃない？基本的にやっぱり探索を多めにしといた方が良さそうだね。あー、いや、良さそう。これで行きましょう。さあ、時間経過、3日目。家事も楽しい。いいね。さあ、結構いいよ。みんな順調に、刑事さんとか順調に戦闘力上がってる。毎回これ来るな。いいね。刑事さんが相当強くなってるよ、今。拠点ポイントが上がった。お、対象完成した。よかったよかったよかった。基本的に休息1日で、改善するんだね、体力は。よし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 。食料が助かる、食料。オッケー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 。全然いいんだよ。休んで休んで。はいはいはい。食べ物多いな。いいよいいよ。結構みんなの役割が分断されてきたね。うん。今日も一日頑張れそうです。今日も一日頑張るぞい。お前同じことしか言わないな、ゴンベ。本当に同じことしか言わない。
皆様ごきげんよう。ふふ、しぶとく生き残ってるじゃないですか。おやホエミさん、まだこんなこと、続けるおつもりですか。ふふふ、当然、まだ4日目ですわ。ここからがサバイバルです。5日おきに怪物が拠点を襲いにやってきます。なるほど、5日おきなんだね。総力を上げて守り抜かねば拠点は崩壊し全滅です。な、なんだって。ふんふん、私からの忠告でした。親切でしょ。なるほど、5日ごとってことは5日目、10日目、15日目、20日目、25日目、30日目か。なるほどね。ってことはやっぱり拠点ポイントがものを言うな。1回の襲撃でどれぐらい減るんだろう、拠点ポイントが。それにもよるな。資材でポイント増やすとかがあるんだよね。とりあえずはまあこのまま行くか。急速今する必要がないので、やっぱりここは戦闘にして、ここ戦闘に変えて、火事で火事で、ここを探索にすると。探索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 、訓練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 、火事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 。オッケー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 。これでいきましょう。ジャルジャルのあの国取りゲームじゃなくて、なんだっけ、あの国名前ゲームみたいなやつになっちゃった。さあ、お金が結構溜まっていくね。もう一度ちょっと買わせてほしいところ。あ、ジョー、いってて、しくじっちまった。よし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 。もっと素敵なお部屋、素敵なお家にしたいです。資材を使って、拠点の建造を進めた。拠点もこれさ、進んでったらなんかグレードアップしていくのかな、この後ろのこの、今じゃなんかちょっとハリボテみたいだけど。あ、お金だ。暮らしが楽になるね。よし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 、いいよ、順調だね。負傷をなるべく抑えたいところ。あ、かわいい。みんなのこのサブリシナリオの限定のカットインかわいいな。よしよし、いいぞいいぞ。なんかカイさんがこうやって普通に家事してくれてるの嬉しいわ。あ、かっこいい。でも多分今現段階でその家事に多分その道具絶対使わないけどね。それひっくり返すやつ、オムライスとか作るやつ。あー、罠だ。あー、すげえ、罠を処分回避した。おやおや、罠ですね。処分しておきましょう。やるな。ふん、いい汗かいたぜ。お前本当に本当に同じことしか言わない。来た。うわわわわわ、化け物。思ったより人型。拠点を襲う原住民が現れた。原住民いるんかい。尊重しろ。俺らの方が踏み込んでんだから。さあ、操作説明。あ、なるほど、ミニゲームがあるんだね。顔アイコンをタッチすると攻撃すると、右クリックか両指タッチで味方の能力を確認できるぞ。見るボタンでも OK だ。攻撃、なるほど。じゃあ戦闘高いのでいこう。手加減はできないよ。98、高いね。うっ、いい攻撃だね。拠点が51のダメージ。おい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 、なるほど。じゃあちょっと九太郎、貴さん許さんぜよ。99、高っ。ぐお、なんつう攻撃だよ。おーおー、ここでもカットイン入った。かっこいい。俺たちの拠点は壊させねえぜよ。拠点への攻撃を防いだ。やるな、九太郎。戦闘要員、あと、あ、そうか。来ないでちょうだい。いきなり岡幕長。79、ちょっと低いな、まだ。あ、反撃受けない、もしかして。来ないでちょうだい。2連続攻撃。何すんのよ、あんた。反撃受けないんじゃなかった。やばい、結構壊されるな。レコさん。ぐあ、舐めんじゃねえ。60のダメージ、オッケー、倒した。なるほど。ん、拠点に変化が訪れた。なんだ、画面の右側にマークが現れたら触ってみよう。何かが起きるぞ。あ、この星マークか。触ってみようか。なんだ、そろそろ拠点を今より大きくできそうですね。おお、変わった、本当に。すげえ、綺麗になった。屋根ができて、屋根はもともとあったな。壁がちゃんとできてきてる。やりましたね。今までより広い拠点になりました。室内に作業台もできたので、これで必要な道具の製作ができるようになりましたね。な、屋根そのポーズ腹立つな。とりあえずちょっと一回食事をみんなにしよう。ちゃんとこうやって振り分けていこうね。かわいい。待って、ゲームがバージョンアップしました。このバージョンは間もなくプレイできなくなります。セーブしてリロードしてください。あー、なるほど。今ちょうど遊んでる時に更新が来たっぽいな。じゃあちょっと一回更新してきます。
さあ一度セーブして更新をしてきました。でも拠点のところを見ると武器製作、防具製作、施設製作っていう3つができるようになってますね。施設製作、岩の塀、ラジオ、小さな罠、釣り網。楽しい。これ面白いな。罠必要かもしんないね。釣り網か。食事かなり大事だからな。防具製作、誰の防具を製作したいか顔のアイコンをタッチして選択してください。一度作った坊主は、俺今坊主って言った、失礼しました。ちょっと外から帰ってきたばっかでね、ちょっとまた滑舌がね、コンディションがね抜群じゃないの、ごめんなさい。なるほどね。武器製作も同じか。ちょ、試しにちょっと武器製作してみていい？例えばじゃあゴンベイにレベル1石の斧、石と木をつなぎ合わせた武器、戦闘力が少し上がる、必要資材100。なるほど、資材高いな。166しかないのに100使うのか。ちょっとまだ早いな、それは。一旦じゃあ、先に、なんだ？ああ、食か。あ、待って、今俺余計に食あげちゃった、もしかして。やっちゃった？大丈夫？あげてないよね。あ、よかったよかった。マックスの時はあげれなくなってるわ。よかったよかったよかった。とりあえず休息を与えて、戦闘要員は基本的にもう5日、だから5の倍数の日より1個前には、万全の体制じゃないとダメだね。さあ、じゃあどうするか。まあ、レコさんは訓練していただくしかないな、これは。でもまあ、このバランスで悪くないんじゃないか。念のため誰かの戦闘力ちょっと上げとくか。戦闘次にできそうなのは、三島先生か、カイさんかだな。迷うところ、ジョーは？ジョーもほどほどか。まあ、やっぱちょっとカイさんにはでも家事しててほしいから、ちょっとここで今戦闘力上げとこうか。こんな感じでいきましょう。さあ、オッケー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 、効率上がっていく。サラちゃん毎回入るね、カットイン。嬉しいわ。よしよしよし、資材がいいね。体調回復。お、なんだ？みんなと話せて仲良くなれた気がするぜ。全員の好感度が上昇した。ジョー！どういうの？びっくりするくらい言うの。多少は疲れが取れたよ。クマは取れないけど。確かにずっとクマあるもんな。おいね、家事力上がってく。かわいい。最高に休めたぜ。超回復ってやつだよ。いいねいいねいいね。あ、猛獣だ。静かに退散しよう。大危険を回避した。助かる。逆に回避できてなかったら死んでたけどな。よし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 。建造助かるね。やっぱ資材と食料が結構でも、ものを言うな、これは。お、カイさん有能だな。家事してんのにたまたま食料とか見つけるからね。いいね。よしよしよし、資材。ごめんね、銀くんに重いものをちょっと持たしちゃって悪いけど。ふぅ、今日もなんだかんだ生き延びてますね。主人公だからすげえ喋るな。毎回そのポーズで喋るのなんだ、ちょっと面白いからやめてくれ。先生がいれば最後まで大丈夫です。サバイバル成功したら賞金100万円欲しいぐらいだわ。家計の助けになるにゃん。意外と現実的。それにしてもよ、何のために島生活なんてさせるんだろうな。確かにね。ただ逃げ出さないように誘拐したって感じじゃなさそうだよね。確かに。この島に何か秘密があるんでしょうか。そう言われると確かにこの島には違和感があるような。まるで人の手で作られた島みたいだってことでしょ。人工的な島？マジでよ。でも変なのは島だけじゃないです。海や空まで変化がなくて穏やかなんです。作られた大自然ってことかよ。海や空まで含めて。ありえん。話が飛躍しすぎだ。不思議な島ということだけは間違いないかな。ホエミーさんはここを記憶島と言ってましたね。記憶島、何かキーになるのかな、その単語が。さあ、ひとまず食事はまだいいとして、まあみんな今んとこ回復できてるから休息は解こうか。じゃあまあ戦闘要員はやっぱりちょっと訓練していただき、探索、そうだな、三島先生は探索に回そうかな。やっぱり火事だな。まあこうなるよね。基本的な布陣はこの444の布陣でいこうかなと思ってます。で、資材があるからちょっと一回施設作ってみようか。ラジオって何なんだろう、なんか重要そうじゃない。
ラジオ作ってみようか。サバイバルにほんのり必要な情報が手に入る。音楽も聴ける。作ってみようか。娯楽も含めて。ラジオを組み立てた。さあ何ができたんだろう。あ、これだ。ラジオ。情報を聞く。曲をかける。じゃあ情報を聞いてみようか。あ、ノエル。久しぶり。トトノエルだ。よーてめえら。こちらトトノエルチャンネルは、今日もお得なサバイバル情報を発信するぞ。FM ラジオみたいなことやってんな。地方ラジオみたいなことやってる。お得なスキル情報だぞ。なおは家事を選ぶとたまにもう一度家事をしてくれるんだとさ。てめえさては引きこもりか。なるほど、もっと聞いてみようか。サラは探索を選ぶとたまにもう一度探索に行ってくれるんだとさ。他人の荒探しも得意そうだな。一言余計だな。ジョーは休息を選ぶとみんなと交流を深めてたまに全員の好感度をちょっと上げてくれるんだとさ。八方美人か？嫌いだな。ほんと一言余計。なるほど。じゃ今までのあのカットインはここで聞ける情報を元にやられてたんだね。拠点を大きくするには資材を集めて火事をさせないといけないぞ。なるほど。まあ、ひとまずこんぐらいにしとこうか。ヒントだね。じゃ曲をかけるわ。DJ 歌手のオールナイトアイランド。今回お送りする曲はこちらです。あ、やだ。絶対にやだ。変えて変えて。ちょっと待って、変えて変えて。ダメダメ、変えて変えて。ガシューさん。DJ ガシューのオールナイトアイランド。今回お送りする曲はこちらです。あー、まあ、希望、すげえ希望の溢れる時の曲ね。いいけど大げさだな。まあまあいいや。この、あの、最初のちょっと加速して、緩やかになるこの BGM 俺結構好きなんですよね。確か BGM も先生が作ってるんじゃなかったっけ？南下大先生が。すごいよね。さあ、ということで、じゃあ、小粋な音楽がかかり始めたところで、もうちょっと作っとこうか。岩の塀なんか作ってみようか。資材。OK、レベル1が開発されたと。これで資材がちょっと減ったね。まあ、100付近には、100以下にはなるべくならないようにしておこうか。じゃあ次へ。いや、楽しいな。ああ負傷した。あ、サラちゃんの顔がすげえ嫌になった。ちょっとみんなただ苦しんでる顔なのに、サラちゃんだけ明らかに絶望した顔になってるじゃん。本編でこういう顔しかしないからな。よし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 。おお、なんか、たまにさ、家事力も上がるよね、刑事さん。なぜか。よし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 。みんなすごいな。だんだんと能力を上げていく。お金助かるんよ。お金そろそろもしかしたら使えるんじゃないか。来るんじゃない。さあ腕を上げたい。来た。オッケーオッケー。これがさっき言ってたラジオの情報のやつだ。みんなそれぞれなんか得意分野があるんだね。もうちょっとなんか気が向いたらラジオで聞いてみようか。まあ、ひとまずはノーヒントで言ってみたいところだけど、でも結構さっきからカットイン入ってるってことは、俺の予想があながち合ってるというか、この役割分担が結構的を得てるってことじゃない。よし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 。いいね。銀くんと、三島先生、逆にしてもいいかもな。拠点近くに謎の木の実が落ちている。まずそうな木の実だな。俺が味見してみるか？食べる？やめる？いやー、やめといた方がいい。やっぱまずそうだからなしで。念のためこれは。待って、なんかハートがある。何これ？先生、調子はどうですか？あ、好感度イベントを一応見る。あ、見ましょう。この通り元気ですよ。はっ、え、おや、どうしました？いえ。なんだか今日の先生、好感が持てるというか、そんな腕をこう、脇にこう、ぴったりくっつけて外に向けて手の甲を見せてるこのポーズで、どこにキュンとするポイントが今あったのか。いつも以上に輝いて見えるような気がして。そんな恥ずかしいことよく口に出せるな、なおちゃん。かわいい。純粋な子だね。え？なんだか嬉しいですね。サバイバル生活で人間力が磨かれたのでしょうか。すごい、そういうなんかさ、ちょっと恥ずかしいさ、なんか褒めの言葉をこう、素直に受け取れる先生が好き、俺は。不思議です。いつも見てるはずなのに、なんだかドキドキして。え？トゥンク。それ恋じゃない？まさか先生、この島でモテようと企んでますか？はい。
誰がターゲットですか？そんなわけないじゃろ。レコちゃんですか？サラさん、サラちゃんですか？それとも男の人？なんでそうなるの？発想が行き過ぎてる。落ち着いてください、ナオさん。はい。私がこんな時に出会いを求める人間だと思いますか？そうですよね。サバイバル生活中に先生だけがバカンス気分なんてあるはずないのに。すいません、私疑っちゃって。いえいえ、私はナオさんの中で立派な先生として輝ければそれで十分ですよ。はあ、先生。拝んでいいですか？ご自由に。ご利益があるといいですか？可愛らしい生徒だな、本当に。ナオさんと楽しいひとときを過ごした。可愛いイベントだね。ナオの能力が上がった。いいなぁ。そうか、三島先生が主人公だからやっぱりナオさんとかその辺が軸になってくるんだな。さあ、とりあえずじゃあちょっと一旦ここはご飯をあげておこう、みんなに。なんかご飯をあげるとか言うとたまごっちみたいだけど。さあ、どうしようかな。じゃああと一回日を過ごして今日は終わりにしようかな。さあ、どうするか。まあ負傷しているサラちゃんを急速に回して、難しいな。でもやっぱり家事力は高い。ちょっと探索多めにしよっか。いや、家事大事なんだよね、結構。家事できる人誰だ？悪くないな。違うな。このままでいい気がする。探索3、家事4、訓練4、休息1。まあ問題ないでしょう。資材もね、食料も必要だしね。だってそういえばさ、この釣り網とかは300。1日1回食料を1つ消費してより多くの、食料を得られる。失敗することもある。あ、なるほど。食料1つを餌にして釣るってことね。罠は食料のかけらを得る。1日に1人誰かのお腹が少しだけ膨れる。あー、なるほど。うわー、難しいな。いや、今は様子見でいこう。これ次へにしましょう。さあ、休んでサラちゃん回復。これ交番に届けなくていいのか。お金を2700円。いいね。よし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 。刑事さんと九太郎がもうメキメキ力をつけてる。あ、お菓子だ、ラッキー。いいねいいね。お、資材助かる。資材マジで助かる。後々絶対必要。拠点ももうすぐ1000超える。あー、奈緒ちゃんが負傷したか。7日目。まだ大丈夫だね。無理な探索はしないように気をつけよう。よし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 。オッケーオッケーオッケー、いいよ。価値ポイントも上がっていく。だいたいいい汗かいてるな。また木の実か。私が食べてみようか。今度はじゃあちょっと食べてみようか。まずそうとか言ってないしね。木の実を食べた。ああ、まずい木の実で力がなえる。うっそ、最悪なんだけど。まずい。もう二度と食べない。二度と拾い食いしない。結構下がってない、これ。そんなことないか。あ、でも探索30か。わからんな。わからんけど、好感度はみんな大体みんな1ずつか。さあ、ちょっとじゃあ、この好感度イベントを見て今回は終わりにするか。この島の食材がなかなか手に入りませんね。あ、この島、食材がなかなか手に入りませんね。見てみよう。カイさんか。厳しいですね。私も美味しい料理を振る舞いたいのですが。あ、三島先生料理するんだ。あなたも料理が得意ですか？はい。と言っても趣味程度ですが。手を見てもいいですか？手、ですか？いろはに千鳥の、いろはに千鳥の時の大悟ですか？はい。手を見ればその人の人生が浮かび上がってきます。手相のようなものでしょうか？もちろん、手話も判断の一つです。爪、皮膚、筋肉、関節やタコ、すべてが映し出します。丸見えです。そこまで言わなくていい。むむ、楽しみです。料理の腕すら分かってしまうんですね。なんやその顔。なんか、アメリカとかのなんかその、バーガー屋さんとかそういうレストランとかさ、ファストフード店のなんかマスコットキャラクターにいそうな顔してるな。
口角の上がり方が。カイさんに手を見せた。ふむふむ、それ通す意味ある？それ見やすいですか？はい、フライ返しが邪魔ですがよく見えます。じゃあフライ返しをどかしたらきっともっとよく見えるはずだ。あの五円玉の穴から見るみたいなギリなのかな。む、この手は何か分かりましたか？肺が痛んでますね。もう手遅れです。え、なんですって。しかし葉巻は煙を肺に入れないのに。あ、そうだ、三島先生って葉巻吸うんだっけ。忘れてたわ。え、そんな設定あったっけ。葉巻吸うんだっけ三島先生って。おや、葉巻を吸うのですか？いえいえ、教師たるものそのようなこと。あら、隠れて吸ってんの。診断は冗談です。しかし葉巻も死亡リスクを高めるのは本当です。お大事に。あ、診断冗談なんかい。そうでしたか。いえ、ちょっと待ってください。料理の方は知りたいですか？では次回、三島和美手診断大発表会を行います。次回というのはいつ？お楽しみに。お茶目な人だな、意外と。ってことは次の好感度イベントで大発表会か。カイさんと楽しいひとときを過ごした困惑顔だけど、まあまあよかったよかった。さあ、ほんならどうしようかな。8日目か。そろそろあれだね、ハンナキーが来そうだね。さあ、じゃあちょっと長くなっちゃいましたけど、今回は一旦この辺で動画を区切ろうかなと思います。まあ、30日あるのでね、そのうちの、まあ、まずはちょっとチュートリアルというか序盤の説明も含めて、まあ、8日目ぐらいで収めておいたらいいかなということで、次回引き続きやっていきましょう、8日目からね。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。サブシナリオゲーム、いや楽しいですね。なんかその結構途中途中ちゃんとイベントシーンとか新しいシーンがあってさ、みんなとのその交流があって、すごく新しい一面が見れて楽しいですね。カイさんのその手占いのその冗談の診断とかさ、ちょっとお茶目な一面が見れたりとか、三島先生が主人公だからこそ分かる部分とかももしかしたら出てくるのかもしれない。ということで今回はこの辺で、面白かったら登録、コメント、高評価、 Twitter や Instagram 等のフォローお願いいたします。ということで次回もお楽しみに。バイバイ。